冗談、1974年に起きたウォーターゲート事件によってアメリカ合衆国大統領を辞任しホワイトハウスを去る際に勝利の部位を掲げるリチャード・ニクソン。1975年のサイゴン・カンラックによってベトナム戦争が終結した後に米国海軍の航空母艦に乗る避難民。中断、1979年のイラン革命では モハンマドレザ・パフラビーの亡命ゴルフホラー、ホメーニーにより、イスラム共和制生態が成立された。1970年代の中盤から遅くにかけて、ディスコの人気がピークに達した。第一次オイルショックは交通の停滞を巻き起こし、世界経済に損害を与えた。下段、1970年11月の1970年の、 ボーラサイクロンでは東パキスタンのベンガルデルタ地帯で約50万人の人命が失われた。1978年のキャンプデイビッド合意へのサインの後に握手を交わすイスラエルとエジプトの首脳。1970年代は西暦1970年から1979年までの10年間を指す10年期。この項目では 国際的な視点に基づいた1970年代について記載する。政治と、軍事哲学と、思想文学芸術ファッション映画、舞踏、エンターテイナー音楽クラシック音楽現代、音楽ポピュラー音楽科学料理その他注釈出展。ありがとうございます。